はい、どうもこんにちは、キースイカーの情報です。今日ちょっと一人でオープニング撮らせてもらってるんですが、ちょっとね、ミラゴンが今日いないってことでちょっと寂しいもので、撮らせていただこうと思います。で、今日実は広島女子計画っていう YouTube チャンネルの方とコラボ企画をするっていうことで、その方たちをお呼びしてちょっと一緒にここでトークをして、どんなチャンネルかを紹介していこうと思いますんで、その方たちを早速呼んでみたいと思います。広島女子計画の皆さん、よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。こんにちは。はい、どうもありがとうございます。もうそこにいてもう笑いそうだったんです。実は並行に私こちらで活動してまして、はい、広島女子計画の YouTube チャンネルに出演しております。はい、ありがとうございます。今日、3人の方2人の方にお越しいただいて、だいたい一緒にやってるんですが、ね、お二人にお越しいただいて、ゲストとホストね、ゲストとホスト、分かってないから、あ、分かってない。お二人の方をちょっとご紹介しながら、広島女子計画というのはどんなチャンネルなのかを皆さんにちょっとお伝えできればいいかなと思います。まあ、目的としてはやっぱりうちは宮島を盛り上げたい、広島を盛り上げたいというチャンネルなので、広島女子計画の皆さんがどんなことをしてるかちょっと聞いてみたいなと思います。はい、まずは自己紹介してもらった方がいいかな。そうですね、ミラゴンはちょっとこちらの素敵なオレンジの帽子のお姉さんがちょっとご紹介お願いします。はじめまして。はじめまして。みかんが世界で一番好きな食べ物、広島弁シンガーソングライターの会社員みかんです。よろしくお願いします。すごーい、びっくり、すごい出来上がってた。出来上がった。みかんが好きなんですか。そうです。みかんが世界で一番好きな食べ物じゃけ、みかんっていう名前で活動してます。あれですよね、ちょっとちらっと見たんですけど、はい、広島弁で歌を歌ってるんですよね。そうなんですよ、広島弁を広めたくて広島弁で歌ってます。広島を盛り上げるためにそういったことをしてくれてると。はい、いうことでお間違いないですかね。お間違いないです。すごい突き抜けてますね。じゃあちょっとこちらのスレンダーなお姉さんに、はい、広島でモデルをしています宮下里奈です。身長は177センチあります。よろしくお願いします。173センチ。あ、じゃあ勝ったの負けた。でもほとんどの男性負けると思います。そうですね。さすがモデルさん、すごいスラッとしてて、ね、足も長くて羨ましい。モデルさんってことは、なんかこう、そういったお仕事がもう中心でやられている。そうですね、ファッション庁に出させてもらったり、はい、ウォーキングレッスンの講師をさせてもらったり。へー、講師も。すごい、ありがとうございます。ウォーキングで広島を、はい、盛り上げる。そうですね、広島にファッションショーがあんまりないので、もっと盛り上がったらいいなって思ってます。ありがとうございます。じゃあまず、広島女子旅計画って、じゃあ何やってる。広島女子計画。あ、女子計画。旅じゃないね、広島女子計画で、どういうことをしている活動グループなのかチャンネルなのかっていうのをちょっと教えていただければと思うんですけど、ざっくり思ってるのが、広島の何かこう情報をこう発信していただいてるみたいなイメージがあって、それは間違ってないんですよ。間違ってない。間違ってない。あとは、なんだろう、どんな活動してるのかな。普段の活動は個々それぞれっていう感じですね。タレントさんがいらっしゃったりとか、モデルさんがいらっしゃったり、最近シンガーソングライターが入ったりとか、なんか広島で活動されてる方を中心に、いろんなお店を紹介したりとか、食べ物を美味しいって食べてる顔を撮ったりとかっていうのをやってます。いや、じゃあミラゴンがタレントって紹介されて、タレントだったんだ。タレントさんでしょ。一応、広島で、そういう活動をしてたなってしてました。今はお笑い芸人。お笑い芸人。いろいろ屋さんです。はい、ボケが専門。ボケというか、通常通りです。通常運転。はい、通常運転です。他には何か出た。でもグルメ系が多かったりとか、うん、本当でも女子旅みたいな、とかもホテルに泊まりながらどういう風に一日観光して過ごしたのかみたいな、とか、私みたいに独身もいれば、おままタレントというか、おままインフルエンサーみたいな方が多いので、子連れスポットとか、子供たちと一緒に行ける場所とか、そういうのが多いのかな。
ね、幅広いよね、幅広い。あとなんかメイク系の動画も確かに見ました。やっぱ広島に関することを広島女子が発信しますよって感じです。リアルな声って感じ。いや、なんか多分ポイントはこう作った感じじゃなくて本当に素のところを切り取って発信してるみたいな感じ。じゃあうちのチャンネルがめちゃめちゃいい感じ。相性はいいと思う。相性はいい感じ。じゃあ今日もね、あのうちに泊まっていただいて、まあ、ホテルにお邪魔して泊まっていただいて、まあ、うちの、ね、良さをあ の, のらりくらりとだらだらとあの撮っていただければいいなと思って。ありがとうございます。はい、楽しみ。あとなんか言っとくかな。何人くらい？まだ 100? いやもうちょっといったらよかったけど。 TikTok が多分今一番いるんですよ。確かに TikTok がちょっと伸びてて。何人くらい？2000とか？もうちょっと3、4000くらい。あ、そんないたんだ。すごい。再生数の伸びが。そう、伸びてて。確かに相性良さそう。あ、ちょうど一番最初のショート動画に出られてます。自己紹介とあのミラゴももちろん出てる回があるので、まあ、それは飛ばしてもらってもいいです。めちゃくちゃご飯美味しそうに食べるんですよ。一応ね、ちょっと美味しそうってなるポイントらしいので、やっぱり元タレントだなって思って元になってじゃあちょっといろいろね聞かせてもらったんですけど、まだまだね魅力たくさんのチャンネルだと思うんで、ぜひ広島女子計画さんのチャンネルをご覧いただいて、みんなのね、もっといいところを見つけていただければなと思います。はい、ぜひね、よかったら見に行っていただいて、いいねボタンとねチャンネル登録をぜひお願いします。お願いします。今日、これだけのコラボじゃなくて他にもコラボ動画撮らせてもらうんで、ちょっとねそれを見て、1本2本3本と見てもらってね、うちの動画もいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあまたね、次の動画も、ぜひ編集させていただければと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ皆さん次の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。